福岡クロスカントリー大会は、毎年2月下旬あるいは3月上旬に、福岡市の国営海の中道海浜公園で開催されるクロスカントリー大会である。1987年に始まり、千葉国際クロスカントリー大会と同様に、世界クロスカントリー選手権大会の日本代表選考会も兼ねて開催されている。 国際的に評価が高いクロスカントリー大会とされる IAF パーミット大会に指定されておりシニア種目には中長距離種目の日本人有力選手と外国人選手が招待される2015年度からは日本陸上競技選手権大会の種目として開催される2016年からは日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競争に衣替えした 選手権として、シニア男女、ジュニア男女の4種目が実施され、その他に、ジュニア男女、中学生駅伝男女の4種目が行われる。各種目の出場選手数はシニアが60人程度、ジュニアは300人を超える規模を持つ。高さ6メートルの急坂があり、曲率が大きいコーナーが設けられた形状の、長さ2000メートルのコースを周回して競技が、 実施される。主催は、日本陸上競技連盟、国営海の中道海浜公園、福岡市、RKB 毎日放送、TBS テレビである。シニア男子1万メートル及び、シニア女子6000メートルの歴代優勝者記録である。2002年第16回大会までのシニア女子は5000メートルで、実施されていた。ジェフシー・ブラーは、 アトランタシドニーの1万メートルに出場した選手である。日本では NEC 後に富士通に所属し各陸上競技大会や全日本実業団、対抗駅伝競争大会などで活躍した。2005年の優勝者であるメセレトデファーは前年のアテネオリンピック女子5000メートル金メダリストである。サムエル・カ・ビル、サムエル・ワンジル、ミカジェル、キヌカワ・アイ、 ポール・クイラはいずれも仙台育英学園高等学校に属するジュニア選手であったがシニアの部に出場して優勝を飾っている。サムエル・ワンジル・メセレト・デファー大会の模様は RKB 毎日放送が制作を行い TBS 系列28局ネットで開催当日の夕方に84分枠にて放送される。また U20 の部に関しては RKB の番組公式サイトにてライブ配信がなされた。ジェフリー・シーブラー。ありがとうございます。